こんにちは、整形メイクのみゆです。お願いします。今日は9月下旬に発売されるキャンメイクの新作コスメを使ってメイクをしていきたいと思います。ほんと秋のオレンジですよみたいな、柿ですよみたいな感じの色を使っていきたいと思います。ではお願いします。こちらのこの部分の色をちょっと目の際から入れていきます。発色が良かった。めっちゃ発色がいいよ。ちょっと上にどんどんこうパッ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 と足していくようなイメージで、目の際はちょっとがっつり濃く塗ってあげて、アイホールに伸ばしていくっていう作戦でいきましょう。どんどんアイホールに伸ばす。もう下から上に伸ばしていく感じですね。これだけでもいいぐらいの眉毛の下あたりまで入れてしまって大丈夫です。こちらのこのオレンジをチップで取ってあげます。付属の目頭から、結構これ馴染みオレンジという感じでマットな質感です。本当にマットシャドウという感じで、黒目の上あたりまで二重幅に塗っていきます。ちょっと二重幅より広めぐらいでいいかなっていうぐらいまでのせちゃって大丈夫です。こんな感じです。結構なんかオレンジがっつり出るかなと思ったんですけど、馴染んでくれました。すごく二重幅に塗っていきます。こちらなんですけど、濃いブラウンを目尻に塗っていきます。今黒目の終わりぐらいまで塗ってたと思うので、オレンジを、これはなのでこの目尻だけラインを引くような感じで、こんな感じで引いてます。最近結構この戦法が多くて、これやると漏れます。でどんどん上にまたぼかしていって、二重幅の目尻に入れていく感じです。だから初めにのせる位置が一番濃くしたいので、初めにのせる位置は目の際あたりにのせてあげると結構失敗せずにグラデーションが作れます。こんな感じです。ここのラメの色ですね、指で取ってあげて、この境目の部分に塗ってあげます。反対も黒目の上あたりに塗ってあげる。結構スケベージュのようなラメなので、上から重ねてあげても下のシャドウが綺麗に出てすごい可愛いです。まずこちらのこの濃いブラウンを目尻から黒目の終わりまで塗ってあげて、目尻から黒目の終わりまで塗ってあげて、でそしたらこちらの薄めのブラウン、このブラウンを黒目の始まりから塗ってあげます。トレンドということもあるし、自分的にも好きなので囲んじゃう。いい、すごい。こんな感じです。ではビューラーをしていきます。割としっかりめにまつげは上げてあげます。欠かせない、もう大好き、これがないと生きていけないキャンメイク、ゴークラッシュカラー透明タイプを使います。これ同じ名前でなんか違うのもあるので、買う時にすごい注意してほしくて、注意が必要です。がっつり上がりますね。ビューメーカーのリプチを使います。この黒目の上に塗ってあげる。で際は開けてあげます。詳しいやり方は違う動画をご覧ください。こちらのこのブラウンで眉毛を描いていきます。目と眉毛一緒の色で合わせてあげるととっても可愛いので、このシルキースフレアイズは柔らかい質感なので、すごいアイシャドウも、女性の眉毛って柔らかいお粉の方が眉毛が綺麗に描けるっていうのもあるので、柔らかい女性の眉毛の方は全然シルキースフレアイズで描けちゃう。でキャンメイクの眉毛描くやつ自体がすごい柔らかい質感のものなので、女性にすごい合うっていうので、もうメイクさんとかも結構そのキャンメイク使っていますって方が多いパウダーですね。だからね、結構アイシャドウも意外と綺麗に色してくれます。こんな感じ。眉尻の方はこの濃いブラウンをつけてます。で少しこのオレンジを足す。真ん中ら辺に足してあげます。そうするとね、垢抜け、綺麗、可愛い眉毛になれるから、オレンジ眉毛で今日はいきたいと思ってます。そしたらぼかすやつでぼかします。みんなになんか濃淡つけた方がいいよ、ちゃんと眉毛もって言われたんで、ちゃんと眉頭は薄めのブラウンで引いて、で眉尻だけ濃いブラウンで描くっていうようにしてます最近。皆様ありがとうございます。さんなんかこうした方がいいって言っていただけると、一緒にみんなで動画作ってる感じがしてすごく私は好きなんで、ありがとうございます。こんな感じで眉毛を描いていきます。そしたらアイライナー引いていきます。結構もうずっとこれ使ってます。キャンメイクのラスティングリキッドライナーの4番です。これすごい使ってる。長めに上げライン引く。
目尻下げラインを引いていきます。そしたらやっとようやく乾いてきたようなので二重にしました。こんな感じです。そしたらこちらのキャンメイクスリーウェイスリムアイルージュライナー1番を使います。涙袋の線をこれで書き足していきます。2回ぐらい描きます。そしたらこちらのキャンメイククイックラッシュカーラーロングマスカラ、まつげの毛先にだけにしかマスカラはつけません。根元からはクイックラッシュカーラーの透明タイプついてるので毛先だけにしかこのまつげはつけません。こんな感じでつけていきます。そしたらオレンジにしたいのでこちらですね、キャンメイクのクイックラッシュカーラーの BO をつけます。割としっかりめに。長さを出していきます。そしたらこちらの新作のチークを使っていきたいと思います。鼻のへこみと黒目の下のここの頬の高い位置からこめかみに向かってこういう感じで斜めに塗っていきたいと思います。こんな感じでちょっとぐるーっと使ってあげて、ね、混ぜてあげます。そしたらオレンジブラウン系の発色だなって思いました。でもしっかりオレンジの発色っていうのは出るんだけど、ちょっと馴染んでくれる感じ、ブラウンっぽい感じになりました。ハイライトがここの部分を使いたいと思います。この目のこの下あたりにサッ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 と塗ってあげて、サッ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 と塗ってあげます。で目と目の間と鼻の先に入れてあげます。でこちらですね、キャンメイクシェーディングパウダー5番を使ってメイクをします。ノーズシャドウは眉毛の下からふわーっと入れてあげて、目のおあたりぐらいまで塗ってあげて、で鼻の先に入れてあげて、こんな感じです。鼻をこうクックックックって V に振るような感じで作ってあげます。でリップがこちらですね、キャンメイクのメルティルミナスルージュ T4 番を使います。なのでちょっとテラコッタブラウンみたいな感じの色を塗っていきます。上はしっかり輪郭縁取ってあげて、下ははみ出しリップ、オーバーリップね。上はオーバーせず下だけちょっとオーバー気味に入れていきます。リップはこんな感じ。はい、ではメイクの完成です。あと新作のアイシャドウ、シルキースフレアイズ M3 番と M2 番がちょっと色を手でスウォッチしてみます。こちらの M2 番がこちらの色なんですけど、この一番上のこのベージュのラメめちゃくちゃ可愛いです。これ絶対ね、涙袋に入れたら可愛いでしょっていう感じのカラーになります。でこちらのこの色がピン、ほんとサーモンピンク、コーラルピンクみたいな感じの色ですね。なんかこれ本当に馴染むんじゃないかなと思います。でこちらがね、濃いブラウンなんですけど、もうこの3色はもうマットです。なのでここだけラメが入ってるという感じになります。これがテラコッタブラウン、オレンジっぽいテラコッタっぽいブラウンかなっていう印象で、こちらがレッドなんですよ。ここに来てレッドって感じなんですけど、本当にレンガ色のようなテラコッタに合うようなレッドな感じです。はい。でこちらの M3 番の方、こちらどちらかというとブルベさん向きかなっていう印象です。でこちらがですね、この色がちょっとと紫がかったようなラメ感かなっていう印象です。どちらもこのラメは本当に綺麗で、この3色マットなんだけどラメをこういう感じで、さっきオレンジでやったんですけど散らすっていうのにぴったりかなっていう。でこの2番目の色がピンクと紫が混ざったような感じ、ブルベさん向きな感じの色なんだけど、でもイエベさんでも全然、私とどちらかというとイエベなんですけど、全然入れちゃっても可愛いと思います。でも私基本的にブルベイエベ関係なしに使っちゃう人なのであれなんですけど、でこっちはね、本当にね、お芋のようなさつまいもの皮のような色なんですけど、紫ですね、本当秋に出てくるような色。これはバーガンディレッドです。なのでもう今流行りのバーガンディレッドって流行りの色だと思うんです。パープルとかもそうだけど、テラコッタもそうだけど、だから本当に秋冬にぴったりなアイシャドウなんじゃないかなと思って、すごい可愛いです。はい、という感じでございます。簡単にちょっとスウォッチしました。はい、という感じでですね、今回はキャンメイクでオレンジのテラコッタメイクをしていきました。では今日も見てくれてありがとうございました。バイバーイ。